青い森でチャッチャッ。こんにちは、小笠原秀樹です。青い森でチャッチャ。青い森は青森、そしてチャッチャはチャンスチャレンジの意味です。青森とチャンスチャレンジをテーマにトークを展開する地方創生プログラム、創生の生は声ということでお届けしてまいります。今回お迎えしましたお客様です。夢を語れ青森の岩渕達政さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この夢を語れ青森、お店にお邪魔しておりますのでですね、ちょっと今準備中であったりとかね、そんなノイズが入ってくるようなそんな雰囲気でございますけど、あの場所としてはどこになりますか？はい、うん、青森県弘前市の本町で、はい、はい、お店を構えてます。はい、もうここオープンして何年ぐらい、どれくらいですか？2022年の4月にオープンしたので、ちょうど来月で2年と半年が経ちます。はい、まあ、いろいろとこのお店の話、できるまでのストーリーであったりとか、岩渕さんご自身のお話を今日は伺っていきたいなと思っておりますけれども、岩渕さんご自身のまず自己紹介からお願いできますか？はい、岩渕達政です。みんなからは達っていう愛称で呼ばれてます。はい、今年で、ね、2000年生まれの24歳になりました。はいはい、好きな食べ物はラーメンです。趣味もラーメンを食べ歩くことです。本当にラーメンが好きで、こう毎日楽しく、働かせてもらってます。はい、まずね、この夢を語れというネーミングが何っていうところが、はい、まあ、言われるところでもありますし、このラーメン店のストーリーちょっとお話ししていただけますか？はい、ありがとうございます。2006年に、僕の師匠西岡剛さんが、京都の一乗寺で夢を語れという屋号で創業しました。夢を語れっていう屋号について多分気になると思うんですけど、うん、夢を語れっていうのは、当時、僕の師匠が、一番若者、世間に対して伝えたいメッセージっていうのを、どうせなら看板に書こうっていうことで、うん、若者に、夢を持ってもらってワクワク毎日を生きてほしいっていう思いを込めて夢を語れっていう屋号をこう看板に書いたのが、この屋号の始まりです。はい、ってことは京都スタートして、まあ、2年半間もなく経つこの弘前ということになると、それまでに店舗はどれくらい今展開されてる？そうですね、まあ、ちょっと厳密にこう言うのは難しいんですけど、うん、っていうのも、もともとその夢を語れ一乗寺のから何店舗か8店舗くらいこう展開した、別のそれぞれ別の名前の屋号で展開した後に、一旦それをすべて各当時の店長に売却して、アメリカのボストンに、夢を語れてお店をオープンしたんですよね、師匠が。でそれを、また持ち帰ってきて、夢を語れをまた国内で夢を語れて屋号を展開しようっていうの、っていうので、まあ、グループ全体でいうと本当に関わったメンバー店舗でいうと50店舗を超えるんですけど、現在夢を語れっていう屋号でやってるのが16店舗になります。外国進出ってすごいなっていう感じがするんですが、外国での反応っていうのはどうですか？あの岩渕さんご自身はこうなんか見聞きしてるのか、現場でいろいろと携わってるのかっていうところはありますか？はい、聞いた話なんですけど、まあ、実際写真とか動画とかも YouTube に載ってるので見てもらいたいんですけど、はい、あのボストンって青森よりも寒くて、冬はマイナス20度とか行く地域なんですけど、そこで本当に行列を作ってる写真を見させてもらったりとか、夢を語れっていう屋号の通り、あの店内で夢を語ることもうちはできるんですけど、あの本当にお客さんの半分以上の人がラーメン食べて自分の夢を語って帰るみたいなっていう、すごくあの理想的な、夢を語れの理想みたいなお店ができてます。この各店舗でこう特徴っていうのはあるんですか？例えば、あ、夢を語れ青森、夢を語れどこどこっていうような感じで、うんうんうん、こう個性みたいなものはあるんですか？はい、めちゃとてもあるんですけど、まずその僕らは、のれん分けという形で屋号をこうだけをもらって、あとは自分がオーナーでやってるんですね。うんうん、なので自分のお金でお店をオープンしたし、まあ、自分のでまあ、ラーメンのある程度レシピはこう修行中に学ぶんですけど、ラーメンの味に関しても何 の, その縛りもないので、本当に自分の好きなラーメンを提供させてもらって、自分の好きな空間をこう提供
してもら、することができるっていうのが結構夢を語れの特徴なのかなっていうところで、本当に全国、僕は結構本当に行ってない店舗の方が少ないくらい全国回らせてもらってるんですけど、本当各店舗個性があってすごい僕らもワクワクします。ワクワクします。先ほどのねこうラーメンが好きということでもう食べ歩きとか、はい、まあ、僕それはもうあの夢を語れのみならずもういろいろなラーメンをこう研究してっていう感じですか、ね、うん、そうですね、本当になんかジャンル問わず僕は好きで、うん、まあ、青森県の、まあ、弘前市内とか本当にたくさん食べ歩かせてもらってますし、うん、月に1回必ずこう県外に出て、はい、こう今の特に、まあ、そこに関しては二郎系のラーメンになるんです、はい、うちで出してるようなラーメンになるんですけど、はい、あの本当に1日に 3,4 杯とか食べ歩いて、うん、あの研究してるって感じですね。なるほど。あの夢を語るこの青森の、うん、今度は特徴というかここは他の店と違うぞっていうところはあります、ね、はい、まずは雰囲気ですかね。この内装を見てもらいたいんですけど、はいはい、あの和風というかここをこのオープンする前にこうテナントを探してるときに、うん、この店に一歩足を入れたときにあもうここでやろうって決めたくらいこの内装が僕は気に入ってて、うん、はい、僕、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてて本当に築50年くらいのこう、はい、古い家で、うん、あの生活してたってのもあってやっぱりなんかどこか親しみを持てるというか、うん、こうなんか落ち着いたこの実家感のある雰囲気っていうのをまず大事にしたくて、うん、あのこの店舗すごく気に入って契約したり、うんうん、あと、まあ、店舗の営業での特徴でいうとやっぱりまた来たいっていうところにフォーカスしていて、うん、やっぱお客さんがこう初めて食べに来てくれたお客さん、うん、またまあ普段通ってくれてるお客さんがやっぱまた食べたいなとかまた会いに来たいなっていう、うん、ところにこうフォーカスして、うん、こういいそのまた来たいような接客をするし、うん、また食べたくなるようなラーメンをあの提供するしっていうところにすごくこだわりを持って営業させてもらってます、うん、ここのお店は以前はここは居酒屋みたいな感じだったんですか。そうですね、もともとは、はい、居酒屋さんでお隣ちょうど今お隣にあるあのわらじ屋さんがもともとここで営業されてて、はい、まあ、その雰囲気ですよね。なんか本当に、まあ、今お話ししていただいたのはいろりみたいな感じかな、うんうん、そんな感じで非常に割合こう夜の雰囲気にこう合うというか、そうですね、はい、どちらかというと今はこの店長をやりながらいろんな各地の夢を語れの店舗をいろいろと指導というとなんか堅苦しいですけれども、はいはい、アドバイスをしたりっていうような感じですか。いや、うんと、そういうわけではないんですけど、うん、うちが今ここ株式会社夜明けという、うん、あの会社で運営するように今年の6月からなりまして、はいはい、で、その夜明けとしての、で僕がポジション的にはラーメン事業部の事業責任者を、はいはい、やらせてもらってます、はい、で夜明けの店舗が今全国に4店舗、はい、青森ここ弘前の1店舗と千葉の2店舗とあと新潟に1店舗ありまして、うん、でそこをこうの店舗をこうスーパーバイザーって言ったらちょっと名前的にかっこいい名前なんですけどそんな感じでこういろんな店舗お邪魔して様子を見させてもらってるって感じです。青森は、まあ、よくあるあるですけれどもねカップ麺の消費量がもう上位というか一番だったあったりとかーラーメンってもうたくさんあってまあ厳しい言い方をすると本当に回転も早いじゃないですか。お客さんの回転というよりも回転したがいいけれども長く続かないとかっていうところもあったりもする、はいはいはい。青森でのこう特徴とあの、まあ、千葉、まあ、県外での岩渕さんがこう見ているところのこう文化の違いとかっていうのは感じることはあります。はい、ありがとうございます。僕もその僕結構修行時代ラーメンを作るその修行してる頃から、うん、あの全国いろいろ回らせてもらってて例えば、愛媛県の松山市だったり、うん、岐阜県の岐阜市、はい、あとは大分県別府市とか、はい、まあ、その他あの夢を語る全国にあるので、はい、こう回らせてもらってて、本当に皆さんよく言うそのラーメン の, その特徴だったりそれぞれの地域の文化ってあるよねみたいなっておっしゃってくれるんですけど、うん、僕がって思った以上にないなっていうのがすごい肌感としてありましてやっぱり全国どこに行ってもやっぱ同じようなって言ったらあれですけどやっぱりそのなんかラーメンに対する熱量だったりとか、うん、その
多少のやっぱ塩分ここやっぱ濃いよね、うん、例えば名古屋とか東海の地域ってすごい濃いのが味が濃いのが好きっていう通り、うん、塩分はあるあるだね。そうですね。なんですけど、まあ、その思ったよりないかなっていうのが僕の印象です。うん、青森だとどちらかというとやっぱりしょっぱめっていうところが好まれるんですかね。うんうん、そうですね、まあ、確かにちょっとしょっぱいのが好きなのかなっていう感じはしますね。あ、でもやっぱ青森のお客さんはラーメン食べるのやっぱ早いですね。早いここは昼営業と今夜もやってます。むしろ夜の方があのやっぱあの学校終わりとか部活終わりとかで、はい、若い子たちたくさん来てくれるんで、はい、うん、まあ、後ほどねちょっとお店のインフォメーションもお話ししていただきますけれども、やっぱり学生さんとかともこう話をしたりすると、まあ、夢を語れたので、まあ、大人が夢を語るっていうのは全然あのもう僕はありだと思ってるんですけれども、はいはい、結構学生の方とかっていうのはこう反応とかっていかがですか、やってみて。いや、すごく良くてというか、はい、あの楽しんでもらえてるなっていう手応えは感じてます。店の名前でこう引きつけられるのか、割合こうまずきっかけとなるところの口コミからこう広がってってる感じってどちらですか。まあ、どっちもありそうですね。やっぱその屋号もインパクトありますし、やっぱラーメン自体もインパクトあるものを出させてもらってるんで、あの特に今で言うとインスタグラム、はい、SNS で言うと流行ってて、はい、あのストーリーにこうやっぱみんな食べる前に1枚写真撮ってこうストーリー載っけてくれて、やっぱそこからこうなんですかね、気になってタッチしたら夢を語れっていう、そのインパクト、またインパクトのある野望でで行ってみたいってなるのかなっていう感じをしてます。はい、一旦ブレイクをしましてですね、さらに岩渕さんご自身のお話も含めて、そして、夢を語れ、のこれからということで、まあ、さらにもうリアルに夢をね伺ってまいりたいと思っております。はい、青い森でチャッチャッ。青い森でチャッチャ、今回は夢を語れ青森の岩渕辰正さんにお話を伺っております。岩渕さんもねラーメン大好きということで、先ほど自己紹介が出ておりましたけれども、はい、青森県の、もともと青森県出身ですもんね。はい、そうです、青森県十和田市出身です。うん、まあ、縁あって十和田から弘前ということで、はい、まあ、これお店の関係ですか。僕がお店を出したい場所は決めることできたので、はい、あのやっぱりこの僕らのこうラーメンのターゲットってやっぱりそのビジネス上というか決めるにあたって21歳男子大学生っていうのが僕らのターゲットにさせてもらってる、メインターゲットにさせてもらってるんですけど、やっぱこの青森県でこの21歳男子大学生が一番集まりやすい場所ってどこなのかなってなった時に、やっぱ八戸市、まあ、大きくは八戸市、青森市、弘前市って出てくると思うんですけど、その中でやっぱ八戸市と青森市って結構大学からそのこうなんですか、栄えてる場所までが遠いなっていうイメージがありまして、確かに、でやっぱ雪が降ったりすると大学生とかってあんまり車とかも持ってないイメージだったので、やっぱその大学からこう栄えてる地域までやっぱ歩いてこれるようなっていうのを考えた時に、一番こうそれがまあ、マッチしたというか、一番そのイメージに合ったのが弘前市だったので、こう弘前市にまずお店を出してみようっていうところが始まりました。うん、今24歳で、まあ、逆算の話をしていくと、ここの店舗のオープンっていうのは2年、まあ、間もなく2年半ってことになると、はい、まさに21歳の時に創業してるっていうことですよね。そうですね、はい、そもそもラーメンがこう好きっていうのは、ラーメンがこう好きとなるきっかけってあった？ラーメンを好きになるきっかけですか。いや、それはもうほんとちっちゃい頃からやっぱお昼ご飯とかお休みの日とかにやっぱご飯食べに行くってなると、まあ大体ラーメンっていうのが、まあ本当に昔からやっぱ両親の影響、祖父母の影響でやっぱラーメンは昔から食べてたんで、その影響かなと思います。でそこからラーメンをこう仕事にしていくというようなことにはなると思うんですけれども、うんうんうん、あのそことさらにその先ほどの夢を語れのその創業者である西岡さんとの出会いっていうか、はい、そこがポイントかなと思うんですけれども、うん、その辺の話ってどんな感じだったんですか。はい、ありがとうございます。
話を遡ること、今から5、6年前くらいですかね、はい、当時僕大学生、大学入りたてで千葉の順天堂大学っていう大学に、うん、はい、進学させてもらったんですけど、その時に僕もともとトレーニング筋トレが好きで、うん、ジムを建てたいっていう夢をこう持って、うん、大学に進学したんですけど、やっぱその実際入ってみて思ったのが、なんか大学ってなんとなく卒業すれば、うん、なんとなく入ってるっていう人も多くて、うん、で別に僕それはそれでいいなと思ったんですけど、やっぱそういう人たちがこう夢を持ってる人たちにこうなんていうんですかね、をこうの足を引っ張るじゃないですけど、なんかその意識高い系だねみたいな感じでこういうことで、やっぱ夢を持ってる側が夢を諦めてしまうことを、まあ目の前でこう、まあ、実際に起こってたっていうか目にした、でなんかそれが僕すごく嫌で、その夢をせっかく持ってた人が諦めるっていうのが嫌で、夢を語れるそのイベントをしてたんですね当時。それはどんな感じ のスタイルのイベントだったの？学園祭の中でとか、本当にどこかを貸し切ってっていう感じだったんですか？うんうん、本当になんかその会議室だったりとか、その場所を無償でお借りさせてもらって、そこでこう本当に大学生、ただ夢を持ってる大学生集まれっていうので、うんうん、こう集まってもらって、みんなでこう本当に夢を語り合うだけの会だったんですけど、うん、ね、まあ、そんなのをこう大学1年の冬くらいにやって、2回かで3回目のちょうど企画をまたしてるときに、はい、コロナが始めまして、はい、で残念ながらこう、ね、集団でこう集まるのが無理になって、うん、僕も一旦青森にこう帰ってできて、オンライン授業になったので、うん、こう帰ってきてて、まあ、半年くらいこうぼーっとする生活が続いて、うん、まあ、大学パソコン立ち上げて授業を受けて、うん、まあ、あとはコロナで外出もできないしっていうところで、うん、なんかこのままなんか自分の人生が、ね、いつを当時終わるかも分かんなかったですし、うん、何かなんですこのままだったら人生まずいなというか危機感があって、うん、で当時やっぱそういう夢を語ることが大事っていう思いを持ってた中でこう生活してて、たまたま SNS でこう西岡剛さん創業者の、うん、ツイートで修行生を募集しますっていうのを見かけて、でもこれは今しかないと思って、で、すぐに DM 送らせてもらって、で修行が決まったって感じですね。それが本当に当時2019年の8月とかで、でも9月1日から松山まで電車で行ってで修行始めたって感じです。その都度行ってなのか、こう合宿みたいな感じなのかっていうか、それ混ぜれる感じ？いえいえ、とんでもないです。住み込み、もう住み込み、はい、松山の愛媛県松山市のお店の上にちょうど 4.5 畳の部屋があって、そこに2人多い時で3人くらいで寝泊まりしながら、そして店舗をこう開設するというような、はい、まあ、様々いろんなステップが細かくあるんでしょうけど、うんうん、ちょっと割愛しつつもチャンス、うんうん、そういったものがなければ本当に今の自分ってないですよね。いや、おっしゃる通りですね。はい、本当に、まあ、コロナのおかげって言ったらなんかすごく失礼というか、まあ、なんか語弊が生まれるようなあれなんですけど、僕としては本当にあの時やっぱりオンラインで授業を受けれて、その本当に仕込みしてオンラインで授業を受けてっていう、こう二足のわらじでこう最初は始めさせてもらって、でやっぱあの環境があったからこそ、やっぱあれができるなって自分の中で思ったから、やっぱりあの場所に飛び込めてこうラーメン作りして今にこうつながってくるのかなと思うんで、本当タイミングとやっぱチャンス大事だなっていう、まさに、まあ、創業者でもあり、岩渕さんにとっては師匠ともいえる、はい、その西岡さんのイメージっていうのはどうですか？いや、もうすごい本当にまさに夢を語れっていうこの屋号に忠実に生きてる方だなっていうのが、まず率直な感想というか、本当に夢をどこまでも追いかけるし、そのやっぱ持ってる夢がやっぱすごくて、やっぱ世界、196カ国かなに、夢を語れる場所を作りたいっていう理念、てか彼の夢があって、でその夢を聞いてて、なんか僕もそれに協力したいなって思わせてくれるような、すごいパワフルな方です。すごいですね。でそこにこう、まあ、影響も受けながら、そして、まあ、修行もしっていうことで、ここの夢を語る青森を
オープンする、まあ、もちろん物件を探し、まあ、ここにしようっていう、はい、でそこからオープンまでっていうのも結構いろんな苦労とかってあったんじゃないですか。どうですか。そうですね、僕の場合はまさにこの物件を見つけるっていうところがすごく苦労して、あと半年くらいかかったんですかね、物件自体を見つけるのに、うん、なんで逆にそれ以外は本当にトントン拍子というか、おかげさまで、まあそので自己資金を貯めるだったりとかは、うん、もう修行中からこうコツコツやってたんで、もともと100万円貯めるのが一つ目標だったので、うん、自己資金を、はい、でまあそこだったりかな。そうですね、まあ、むしろなんか本当にたくさんの人にこう助けていただいて、うん、そのオープンできるまでにあのお店の夜営業を貸してくれた、うん、片田にある流れ星さんっていうラーメン屋さんあるんですけど、はいはい、そこであの20年ぐらいかな、はい、の時のその3ヶ月くらいをこう曲がりさせて営業させてもらって、うん、でそこでやっぱりたくさんの人にこうラーメン屋さん知ってもらっ、うん、うちの夢を語り知ってもらったおかげでこうオープンの時から、うん、あのお客さんもたくさん来ていただいたりとか、あの本当厨房機器とかその仕入れ先とかもこの大正軒、うん、青森大正軒の野呂社長とかがこう本当に助けてくれて、うん、たくさんの人の協力のおかげでスムーズにオープンできたかなと思います、うんうん。先ほどねこの夜明けという会社の中での、まあ、事業部、これからね店舗を広げていくって話も実は事前に伺っていますし、うんうん、またご自身の夢っていうこともあると思うんですけど、まあ、両面で構いませんけれども、あのこれからこう将来像っていうことを岩渕さんがどんな風にイメージされてますか。お、はい、ありがとうございます。まず会社の方からどうですか。はい、会社としてはあのそうですね、今年、国内3店舗展開を目指そうっていうところで、うん、あの6月に、夢を語る千葉のオーナーと、うん、一緒に会社を作らせてもらって、でそこから走ってきて見事にこう、まあ、今、9月か9月時点でこう国内4店舗までこう展開させてもらってて、はい、まず今年は一つ目標達成できたかなっていうところです、うん、で来年以降の話なんですけど、僕らは、2028年までに全国47都道府県にお店を出店しようっていう、目標で今絶賛毎日仕事しております。なのでね、今日はあの弘前のお店でお伺いしてますけれども、まあいろいろ事前の打ち合わせもね、まあズーム、まあ、うんうん、オンラインでね、普段は千葉とあの青森の往復っていうような。そうですね、基本的に、まあ、拠点は青森なんですけど、うん、まあおかげさまでたくさんのところからこうお呼ばれしたりとか、うん、まあ千葉のお店を月に1回こう 見に行ったりとかで、本当にいろんなとこ飛び回ってるっていう感じです、うんうん。あの年齢が24歳ということで、まあ、私インタビューしている側の方もね、もう倍にしてもですね、まだ私の年に届かないぐらいなんですよ、正直なところで言うとね。でもこれからもう長い中でね、どういうこう夢であったりとか、ここのあたりではこういうふうにしたいなというようなイメージはあります、うん。はい、ありがとうございます。僕ら会社の、ビジョンがありまして、好きに忠実に生きる人を増やすっていうのが僕らのビジョンで、そのためにラーメン店でこう小さな成功体験をっていう価値をあの店舗ごとにこう提供させていただきたいなと思って今やってるんですけど、もう小さな成功体験って何かっていうと、やっぱりこう何か大きいことで夢を持ったりとかって一歩踏み、あ、これちょっと最後にあれか、はい、あ、そうそう、あの一歩踏み出したい人へのメッセージも含めて、本当にありがとうございます、はい、あの本当になかなか一歩踏み出せないっていうところで、やっぱ僕らも最初いきなりこうラーメン屋さんをオープンしたいっていうところにチャレンジできたかっていうとそうじゃなくて、やっぱりこうまずは修行をするのに飛び込んでみるとか、本当にスモールステップからかなって思ってて、そういう意味でやっぱうちのラーメンって本当に大盛りてんこ盛りのラーメンで、やっぱ食べきれるのかなっていう、それをこうやっぱ全力でこうチャレンジした結果食べるっていう、それってもう一つの成功体験だなって僕らは思ってて、その成功体験にこう僕ら店舗メンバーがこうやっぱ賞賛を、僕らの店では今グッジョブを導入したんですけど、完食いただいたしてもらった時にそれを賞賛する意味でグッジョブっていう、あのいいな、褒めるあのシステムを導入したんですけど、そういうところでやっぱ小さい成功体験から、例えばじゃあラーメン食べました、じゃあラーメンを食べることができたから、次じゃあラーメン食べ終わったら何したいかなって、アイス食べたいなとか思うじゃないですか、例えばやばい運動しなきゃとかっていう、次にじゃあアイス食べた後にこうまた
ね、次のやりたいことが出てきたりっていうので、うん、こういうどんどん自分がやりたいことをこうこなしていくからこそ、うん、なんかある日なんかちょっと大きいやりたいが出てくるっていう、うん、それをまたこなすとまた大きいやりたいことが出てくる、うん、みたいな、この連続で最終的に自分の夢って叶えていけるんじゃないかなっていう、うん、ところで、まずはそのラーメン、たかがラーメンかもしれないですけど、うん、その小さな成功体験を与えられるようなお店作りっていうのを、うん、あのしていきたいっていうところで、うん、と僕らこの夢を語るって3年で屋号を閉じないといけないっていうルールがあるんですね。え？ってことはもうあと半年？そうですね半年で、うんとうん、とお店を閉じるわけじゃないですけど、うん、屋号を外さないといけないんですよ、夢を語るの屋号、っていうのも、まあ、これ創業者さんあの思いで、まあ、ちょっと話すと長くなるんで、あのぜひ調べていただきたいんですけど、はいはいはい、なんで半年後にうちは屋号が変わります。お、どう屋号が変わるかと今脳内の中でこう巡ってるところ、まだどう？そうですね、僕らの中では決まってるんですけど、まだちょっと内緒で、内緒であのまだシークレットで、そうですね、はい、そのシステムで初めて来ました。そうですね、3年で一旦この夢を語れっていうお店の名前のでの、営業は終わりになるので、うん、またそのあとすぐあの次の屋号でこのお店は残ってそのまま営業するので、うん、ご心配なくっていうところなんですけどつまりこう3年で夢をこうどう形にしたかっていうことと、その次の夢に向かってっていうところが新しい屋号の意味なんですね。そうですね、はい、うん、いやぜひね、夢を語れと屋号がついてるうちはあと半年ぐらいです。そうですね、まあ、ずっとあの営業は続きますけれどもぜひちょっとお店の PR をお願いできますか。はい、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、当店は本当に大盛りラーメン極太麺の、まあ、ちょっと味で言ったら濃いめの油もたくさん使った、はい、麺の量で言うと本当に一般的なラーメン屋さんの2倍くらいあるようなラーメンと、また来たいと思ってもらえるような空間作り接客を心がけたお店となっております。営業時間ですけど基本的に、定休日なく、昼は11時から14時、夜は、18時から22時の営業時間で営業させてもらってますので、はい、ぜひぜひご来店ください。はい、夢を語る検索しますとね、インスタグラムですと夢を語る青森の、SNS もありますので番組ページに掲載をさせていただきます。今回はですね、夢を語れ青森の岩渕辰正さんにお話をお伺いしました。またこれからも応援しております。ありがとうございました。ありがとうございます。青い森でチャッチャ、パーソナリティは小笠原秀樹でございました。それではまた次回もご一緒しましょう。青い森でチャッチャ。